たくさんのお運び、ありがとうございます。4月になってようやく暖かくなってきまして、僕の住んでいる北国でもついこの間桜が咲きました、えー。桜が咲いてるのを見て、ようやく春だなぁなんていうのを実感しますね。あとは言っても、朝晩はまだ寒いままですんで、夜眠るときは布団が冷たくてね、寝つくまであの少し辛い感じなんですけれども、手をスリスリしたり、足をスリスリしたりして、 あったかくなったところで眠りに入るなっていうのがよくあります。あそれもめんどくさいなっていうことがありますけれども。手っ取り早くは体を温めるにはお酒の力を借りてね。ほろ酔いでほわんとなってきたところで布団に入るとなんともよく眠れたりするもんですねあ。人間ね、安心して眠れるというのはいいもんですね。考えてみるとまず、 寝心地のいい布団が用意してあるっていうことだけでも、なんとも幸せなことでね。それだけでありがたいことなんですけれども、ただ人間っていうのは因果なもんで、幸せな環境に慣れてしまうとそれが当たり前になっちまって、ありがとうって言えなくなってきちゃうんですよね。ごめんごめん。今晩はまた一段と冷えるな。ちょっと温まろうと思って一杯だけで帰るつもりだったんだけどな。 ついつい長いしちまった。おかげで遅くなっちまった。ああ。今かったぞ。またこの人はこんな時間に帰ってきて、もうお酒臭いね。もうどうせまたしこだま飲んできたんでしょう。ほら、今日はもう遅いし、どこも飲めてあるんだからさ、早く寝なさいよ。ああだから布団敷いてあるんだから、 早く寝なさいって言ってんの。寝ない。寝ないって、寝なくてどうすんのさ。だからさ、寝ないでさ、ちょっとな、あの、家でキュッとこうやろうかと思ってさ。ん <laughs> だよ、そのキュッていうの。<laughs> おい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 、俺たちは何年の付き合いだよ。この手つき見りゃ酒を飲むとか若かりそうなもんじゃないか。お酒 いけませんよ。脇でだらふく飲んできたんでしょこの上飲ませられますかってのあのね、ずっと家のん中にいたおめえは知らねえだろうけども、外は寒いんだよ。入りに歩いてる間に酔いも冷めてきちゃってもんだよ、お前。ああ、こんな酔いも冷めたもんでよ。酒の一杯も飲まずに寝られるかってんだよ。そんなあんたの酔いが冷めたか冷めてないか知らないけどね。 散々飲んできたことには変わりはないんでしょダメダメ。今日は飲ませません。はい、おめえはどうしてそういう言い方するかね。飲ませませんだなんて。<laughs> そんな言い方するからこっちだって意地になってな。じゃあ飲むぞってことになるんだよ。あのな、そういう時はだよ。あなた、体操を飲んでらっしゃるようですが、外は外、うちはう 私のお尺一つじゃ美味しくもないでしょうが、あなた、お一ついかがですかってな、こういうふうに言うんだよ。そ、そりらもう、お前、こっちだって、ああ、うちで支度してくれてるのに、外で飲んできちまって悪かった。じゃあ、今日は飲むのはよそう。今日は寝るよ。ってな、具合にな、なるんだよ、お前。言い方一つなんだよ、こういうのは。本当あったりめじゃないか。はいはい。 えー、体操を飲んできてらっしゃるようですが、えー、外は外、内は内。あたしのお釈じゃ美味しくもないでしょうが、あなた、お一ついかがですかあ、おどうぞ。じゃあいただきます。一 <laughs> いチキじゃない。<laughs> 怒るな、怒るな。一杯飲んだら寝るからよ。とにかく酒持ってきてくれあもう、しょうがないね。はい、どうぞ。 いや、はい、どうぞじゃねえよ、お前。俺の目の前にお湯飲みと衣装瓶を置いて、それで仕事を終えましたって面はねえだろう。味気ねえじゃねえか。お酌をしなさいよ、お酌を。はいはい。まったくうるさいね。はい。おおそうそうそう、もっとケツあげろ。えもっとケツあげろって。ねこう、後悔次にくいね。あのな、おめえのケツあげでどうすんだよ。 一のケツをあげるんだよもう一生瓶のケツをあげて勢いよくつげって言ってんだよ。なんだそっかい。はいはいこうね。はい、おおそう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 。ああそんなもんでいいやおい。あーいやあー。うめえ。けどちょいと口が寂しいな。おいなんかつまんものはねんか。ええー、なあからよ。 なんかつまみになるものはねえのかって聞いてんだよ。何にもないよ。即答だねいや、何にもねえってことはねえだろ何にもないってば。いやいや、なんかあるだろあ、そうだ。俺、けどあの、納得ったよ。あの、その残りがな、36数半ほどあったろ。あれ持ってこいよ。ああ、食べちゃった。ああだから、あたしが食べちゃった。あのな。 お前はそれがまずいんだから口の利きようには綺麗にしとけよお前。そんな食べちゃったなんて言ったら口がパッカーって広がるだろ俺今お前に食られてまうかと思ったよ。同じ言うなら女らしくな。おしとやかに丁寧にいただきましたって言うんだよ。いっちいっちうるさいね。もうはいはいいただきました。それでいいんだよ。ああ、昆布の佃煮があったろ。いただきました。 あ、そう。あ、鮭の焼き騙しがあったろ。いただきました。塩辛があったろ。いただきました。わさび漬けがあったろ。いただきました。おめえ、ちょっといただきすぎじゃねえか <laughs> あ、あ、そうだ、そうだ、あの、昨日隣の旦那がな、いただきました。おい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 、こ <laughs> れは穏やかじゃねえよ、お前。隣の旦那いただいてダメでしょ、お前。<laughs> あ、そうだ、台所にあの、ほら、ュ位のぬか漬けがあったろ。 あれ持ってこいよ。まだ漬けたばっかりで生だよ。生生でもいいから持ってこいよ。持ってきてどうすんだう生のキュウリ食って、ぬか味噌食って、塩舐めて、頭に石どっけときゃ、腹中で漬物になるだろう。<laughs> なるわけないだろう。何言ってんだよ、この人は。しょうがないね。じゃあさ、横丁のおでん屋さんなら夜明かしやってるから、そこ行っておでん買ってこようか。 おうおでんかいい,、ね、いいねいいねいいねおでん買ってきてくれ。はいはい。じゃあ、何買ってくるうー,んうーん、そうだな。まず焼きだな。焼きって何なんだお前知らねえのかお前、焼きってのは焼き豆腐のことだよ。江戸っ子はな、気が短いんだ。いちいち焼き豆腐なんて言ったらなかったらしいだろだから縮めて焼きって言うんだよ。 あ、そう。焼きね。うーん。あとはそれから、んだな。狐かい違うよ。こんにゃくのんだよ。はいはい。こんにゃくのんね。はいはい。あとはあとは、あとは、ガン。拳銃かいだんねだよ。怖いよ。どんなおでんだよ。大地、英語じゃねえか、それ。こんなもん、どこで覚えてくんだよ。ガンは、ガンもどきだよ。おめえも、あの、あ、おめえもな、好きなの買ってこいよ。 あら、そうじゃあ、あたしは、字と、ちくと、ペンにしよっと。なんだ、そりゃ。筋と、ちくわと、はんぺん。縮 <laughs> め方してんな。<laughs> まあいいや、とにかく頼んだぜ。はいはい。じゃあ、行ってきますね。んお,お前、何してんの鏡の前に座っちゃって、顔はたいて。だって、外へ出るのにこんなスピンじゃ恥ずかしいじゃない。はあ たかがおでん買いに行くだけだろうが、まあ、顔なんぞど,どうだっていいじゃねえか。だって夜中だよ誰がおめえの顔なんか見てんだ。そんなのいいから早く行ってくれよ。もう早く行けよ、行けって言ってんだろう。さっさと行け <laughs> 分かったよ、もう。はは。慌てててできやがった。まったく泥臭いんなから。 けどな、ね、いい女房だよ。友達にもよく言われるんだ。おめえとこの神さんは、おめえには過ぎた神さんだよって。俺もな、ね、そう思うんだよ。俺なんかにはもったいねえ、いい女だよ。よく尽くしてくれるしよ。 面と向かっちゃ、おたふくだのバカ野郎だのって言ってるけどな。心の中じゃ、手合わせていつも拝んでんだ。夜夜中に遅く帰ってきて、寝床に入ってるあいつの寝顔を見るとさ、しみじみやっぱり可愛いな。愛しいなって。こいつは俺がなっとしても守ってやんなくちゃなって。そういう気持ちになるもんな。 今思えばあいつと出会ったのは日本橋の田元で、俺が大工の駆け出しの頃だったな。桁の鼻緒が切れたのを直してやったのが最初だったっけ。ありがとうって言われた顔に一目ぼれしまったんだっけな。<laughs> あれからもう5年も経ったんだな。家に帰るといつもあいつがいてくれる。飯も用意してくれる。 布団も敷いてある。お帰りって声をかけてくれる。いや、こんなにありがてえことはねえ。いつも俺は寝る前に考えてるんだ。いつもこんなダメ天使の面倒を見てくれてすまねえ。ありがとうってな。<laughs> こんなことは面と向かってはとても言えねえが。 俺にとっては女神様。弁天様だよ。あら、そうだったのかいお、おめ、おめまだ行ったのかよ。<laughs> <laughs> <laughs>